ハローモーミジカルです。ということで本日は荒野行動やっていきますけれども、先ほどね、猫伝道って言っていいのかな猫伝道のね、動画を上げさせていただいたんですけれども、まあこちらがね、まあ今日のまあこの後来るということで、いつもプレゼント企画しておりまして、まあ最近やれてないんで、まあこれでちょっと久しぶりにやっちゃおうかっていうことでやっていきたいと思います。で、まあいつもならね、ガチャが来た時はコインをね10枚とかこのチャージセンターにこれね出るので、まあ、これ配ってたりするんですけど、はい、まあ、今回コインじゃないのかな。いつもの電動パターンだと、まあ、いつもの電動パターンだと普通に電動チケットみたいな感じで回すと思うので、どうしようかな。とりあえず10連ができる分3人分渡したいと思います。はい、なのでね、金券になるかもしんないし、コインがねチャージセンターに並んだらそちらの10枚分を3人にプレゼントするっていうやつをやっていきたいと思います。いや素晴らしい。うん、もう今ねすごいいっぱいガチャあんだね。デスノートね、これのプレゼント企画できなかったんでね、まあ、ちょっと今更感があるんでできなくて、この猿とかやってもしょうがないし、まあ、かっこいいけどね。ということで、にゃんこ伝道用の、まあ、10連分かける3人プレゼントということで、ね、いつもの通りですね、この動画に、荒野サーバー名、荒野名、荒野 ID、 そして一言メッセージ、これはねキーワードを含んだメッセージをねやっていただきたいと思います。はい、まあ、これはね、キーワードはこの動画のどこかで言うので、最後まで見てください。はい、応募資格がある人はですね、一応このチャージセンターをまあ買ってない人っすね、これ。はい、これ初回限定でプラスでおまけつくんですけど、これね買っちゃうと10連分渡せない可能性あるんで、この750ってやつをね渡すんですけど、どれだ、これか、750で、これ750にプラス初回30プラス80ついて、一応、まあ、電動って10連だと800金券じゃないですか。なんで一応カバーできるなっていうことなんで、まあ、初回限定も買っちゃってるとね、このおまけついてこないんで、初回限定まだチャージセンターで750金券買ったことない人、はい、もしくはコインがね、猫電動ガチャ用のコインが10枚出た時にそのコインを買ってない人ということですね、が対象になります。あとは荒野コメントをねちゃんと公開してる人、はいね、これルンルンのこうやってちゃんと公開してコメントがね、僕が記録用にコインおめでとうってね誰に配ったか分かるように書くんで、それ書けないんでね。あとはこのコメントが荒れてる荒れてないとかね、やっぱちゃんとやってて荒れてない子にあげたいんで、あのコメント公開は絶対条件でやってください。結構ね当選したのにコメント公開されてないから失格っていうパターンね結構あるんで、あのせめてねこの応募してる期間はコメントを開放しておいてください。はい、ということですね。まあ、詳しくはここ見てくださいっていう感じです。はい。で、二人は抽選方法ですけど、二人は、抽選ツールで選んで、一人は僕がこの目ん玉で選びたいと思います。はい。コメントの中からね、誰にしようかなっていう感じで、コメントの内容で選んでいきたいと思います。はい。で、残りの二人はね、ランダムツールで選ぶんで、はい。これも何回も言っててね。毎回応募してる人はね、いらないかもしれないですけど、はい。ランダムツールで選ぶんで、1回当選した人も2回当選したも、また、チャンスがあるっていう感じですね。な、親密関係アップデート。なんでこれ？新しい特権が多数通過。なんか、恋人、これは別に増えてないか。再会とかですね。はい。こういうのがあると。はい。ということですね。このペニンシュラ大脱走ってさ、ちょっとやり込めてないんだけど、これなんか、ふわふたチックな感じしますけれども、ね、これ結構金稼げるんです。ちょっと一回行ってみていい？まあ、一回行ってみていいと言いつつ、ちょっと地味にキーワードを考えてます。はい。はい。で、これ電動車が出る可能性あるんでしょ？ね。なんか、プレゼントボックスみたいなの出て。すごいよね。いや、これはなんかさ、やっぱ前の動画でも言ったけど、なんか配課金者の人が、ガチャでね、今まで何十万も使って出したものを無料で取れるんだったら、どうなんすかみたいなのをね、言ってる人もいると思う。確かに気持ちはわかりますね。ざげんなよみたいな感じですけどね。はい。まあ、無課金の人は、もうずっと、課金できないですか？もういつ始まるんだこれね。かわいそうだなということなんですけど、いや、どうしようかな。キーワード。よし、あ、これ弾ねえの？やべえ、弾を取んなくちゃいけないのか。手榴弾しかねえ。あ、ちょっとボットきつい。ボットだらけだけど、いってし、完全に死ぬ。追っかけてきてたら死ぬ。追っかけてきてたら死なない。あ、そうだ、ちょっとキーワードですね。キーワード。何これ入ってねえの？待って待って、なんだよこれ。おぉ！弾どうしよう、弾。もう手榴弾しかねえじゃん。これ戦うってこと？いや、こいつ倒せばもらえるってことだよね。こいつ落とせばいいんだ。あ、ダメだ。あ、素手はいけるな。素手でワンチャン、ボットぐらいなら、あんま削られてない。あ、素手いけんじゃん、強い。あ、こいつから、こう、奪えばいいってことですね。あれ？な、武器どこ行ったのこれ。武器。ね。これは？いっぱい武器持てんの？1個じゃなくて。これを入れ替えればいいってことです。おっしゃ、来た。15発。少ない。きつ
いですね。あ、そうだ、キーワード消えた、ごめん。キーワードは、まあ、せっかく電動来てるんでね、次来てほしい電動シリーズなんですかみたいなね、なんかしょうもないかもしれないですけど、ちょっと知りたいですね。まあ、どの電動が来たら、まあ、テンションぶち上がるのかと、まあ、来てほしい電動タイスカーなのか、マスカー来てますけれども、なんだあと HK も来てるっけ、まあ、来てない電動ですね。来てない電動で何が欲しいかプラスその理由を書いてください、キーワードですね。はい、お願いします。はい、振り絞りました。いいでしょう、いいキーワードでしょう。で、これあれだよね、番号のとこ言えば出れるんだよね。もう出て、もうね、これ脱出、あ、脱出できる。前回脱出せずに死んでもうたんだよね。ボット部屋ならまあそれ脱出できるか。よっしゃ、脱出成功、クリア。なんだこの動画。お、ウルトラレアゲットしたんだけど、これは、え、これどうやって使うの、アイテム、ちょっと待って、これ出ればいいのか。え、やばいんじゃない、ちょっと電動水晶ゲットできたんじゃない、これどこにあんだ。ティムで来た来た、黒曜石のだから4回までレベルアップできる。これ一番上にするよね普通。え、間違えた、そういうこと、切り替わるってことね。ダメだ、全然ダメじゃんね。チャージ換金セレクトバッグ、こんなの、あ、なんか電動ガチャコイン呪術回戦、こんなんもらってもしょうがねえな。え、電動引けるじゃん、あ、ちょっと取っとこう。カエルサプライズ、まあ、あれこれプレミアってことだよね。これもできる、レアで止めればいいってことか。あだーそ、こういう仕組みになったのね。まだあんのか、あ、9個あんのね。これ大変だな、ちょっとこれちょっとありーな、金がで止めりゃいいんだよね。あ、来た、これでやるか、やるか。さあ、なんでもいいや、もう。レア来た、レア来た。お願いします。無言で引いちゃってるけど、あ、来た。来たんじゃないこれ。もうシステムがよくわかんない、これ。はい、ありがとうございました。はい、ということでね、もう一回言いますけれども、荒野名、荒野 ID、サーバー名、ちょっとバラバラですけど、さっき言ったキーワードに関する、コメントをしてください。で、応募資格は、必ずコメントを開放してる人、これ絶対条件だよね。コメント開放してて、指定のね、今回の猫電動のガチャコインだったり、金券、あの初回のね、チャーチセンターの750の金券を買ってない人ですね、当選までちょっと我慢して、まあ、1週間以内ぐらいに発表すると思うね、今月中には発表するんで、それまで我慢しておいてください。はい、で1人は、僕が目で選んで、2人は抽選で選びたいと思います。はい、そんな感じです。応募待ってるぜ。